オリョークミンスク市の紋章、オリョークミンスクは、ロシアの左派共和国南西部にある都市である。ヤクーツクからは南西へ651キロメートル、レナ高原の南端、レナ川上流の左岸に位置し、オリョークま川が右岸に合流する地点の数キロメートル上流にあたる。オリョークミンスク地区の中心都市で、人口は9266人で緩やかに減少している。 ロシア人の東シベリア進出の過程で1635年に設置され、1783年に町となった。オリョークミンスクの町の歴史は1635年、オリョークマ川トレナ川の合流点付近に、コサックのピョートル・ベケトフが建設した砦に始まる。洪水に悩まされ、後に現在地に砦と集落は移転した。町は、 交通路となる二つの大河の合流点に位置するため、毛川の集散地となり、後には極東へのロシア進出の通過点に、ヤクーツクへの中継地に、またこの地域の行政、商業の中心地となった。1783年には、町の地位を与えられた。1897年の時点で、人口は1178人で、120の家、26のゲル、二つの境界、 一つの病院、学校などがあり、年に一度は大きな死が経った。1959年の人口は7600人、1989年の人口は11478人を数えたが、ソビート連邦の崩壊後の2002年には13人、2006年には9266人と減っている。政治家、ウラジーミル・ヤコブレイフは当地の出身。産業は、 材木の集散や製材、食品加工、発電が主で、町の周囲には、野菜や家畜などの農場が集積する。小さな空港が各地とを結んでいる。木造の家々や19世紀末に建てられた古い、教会、聖堂なども残っている。典型的な大陸性気候で、冬は他の同意度地方と比べて極めて厳しく、最低気温局地は、マイナス60度。 一方、夏は比較差が大きく、昼間は気温が上がり、特に高天の日は、摂氏30度を超える暑さとなることが多くある。寒暖の差がごく大きい地でもある。北緯60度以北というかなり高緯度に位置する地方の、うち、夏季に摂氏30度を超える気温を、しばしば観測する地は、ヤクーツクやオリオクミンスクをはじめとするシュベリア東部の内陸部だけである。 ありがとうございます。